その通り、お掃除も大切だけど、肌をゆっくり撫でていくのも大切だから覚えておいてね。旦那様の顔を見る感じ、シオンもバッチリお仕事できているみたいだから。頑張ってね。うん、それじゃあ旦那様、綿棒でのご奉仕始めさせていただきますね。 私の方も気持ちいいポイント、柔らかい綿棒でゴシゴシしていきますね。 一箇所だけ集中してこすったらダメだからね。気持ちいいところを探すように、いろんなところをゴシゴシ、シュッシュッとさせてみて。うん、じゃあこんな感じで優しい。
しいペースで君の中を私の方も弱いみたいですね。それなら、ほら、ゴシゴシ、シュシュ、ゴシゴシ、シュシュ。どうですか？小刻みにゴシ。ちょっと強めに撫でられたり、綿棒が出たり入ったりするたび。から疲れが抜けていくのを分かりますか？その感触を大切に味わってください。旦那様が癒されていく何よりの証拠ですから。これでよし。では、耳かきを再開します。どうですか？どんどん。魂でも抜かれているかのような顔になってます。いいですよ、リラックスできている時の顔です。そのまま私たちの興奮心を思う存分味わってください。
そろ細かいホコリも取り終わっちゃいそうですね。もう少し表面だけ撫でるように。コツをつかんできたみたいね。そうそう、そうやって時間をうまく使って旦那様を癒してあげて。私もシオンと同じようにお耳の肌をスススとくすぐって、そろそろ終わりですからね。最後の感触、存分に感じてくださいね。ほら、わざとくすぐるように刺激してあげますから。私の方も、少しくらい。本当、子供の肌みたいにプルプルってしてますよ。最後の幸せをしっかり感じてくださいね。これでよし。お疲れ様でした、旦那様。以上で耳かきは終了となります。汚れはバッチリ落としましたよ。あ、もう終わりでいいの？旦那様、まだまだ幸せそうだったのに。これ以上やっちゃうと、他のプレイができなくなっちゃうからね。私も続けたかったけど、これでおしまい。でもご安心ください。旦那様のお耳を幸せにするプレイは他にもありますから。というわけで、ご希望にありましたお耳の産毛のお手入れに移らせていただきます。シオン、オイルの準備よろしくね。うん、汚れを落とした後はアフターケアも忘れずに。まずはオイルを使ったマッサージから始めさせていただきます。そうして産毛を柔らかくした後、低毛に入ります。耳かきとはまた違った気持ちよさをご奉仕させていただきますね。お布団で寝るときのように全身の力を抜いてリラックスしてくださいね。間違っても緊張とかしないこと、これが一番大事ですからね。はーい、息を吸って、吐いて、吸って。
そう、その顔です。ドローンとして、ダラーンとして、頭の中を空っぽにしてください。お姉ちゃん、はい、耳かき。けど、お兄さんの耳掃除、本当にするの？ん？もちろんするよ。見たところとっても疲れてるみたいだし、心も体も仕事の疲れでヘトヘトになってる。それを癒そうとこの森に来たってことは、うん、管理者としていっぱいお世話してあげないとね。はい、それじゃあまずは耳の中を見ていきますね。
ませんか？痒いところがあったら教えてくださいね。その部分をすぐカリカリっとしますから。してもらうのに限るからね。気持ちいいの当然。それにお兄さんは大人だからね。誰かに甘えるっていうのはかなり久しぶりのはず。いいですよ、この宿では存分に私たちに甘えてください。こちらも頑張ってお兄さんのことを癒していきますから。ほら、こうしてこしょ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 。どうですか？誰かにしてもらう耳かきは体の奥からじんわりとした優しさがあふれてきてませんか？その感覚にすべてを委ねてみてください。きっと心地よくなれるはずです。簡単ですよ。心と体をただ楽にすればいいだけですから。このままどんどん耳の中まで進めていきますね。肌を優しく撫でるよ。呪文みたいなものだからね。子供も大人も関係なく幸せな時間を過ごさせてくれるの。それにまだまだ始まったばかり。どんどん奥に行けば行くほど肌は敏感になっていくの。ほら、こうしてばかり。
んな方々とお仕事なさってるんですよね。本当にお疲れ様です。今だけは、今日だけは辛いことを全て忘れてください。真っ黒なストレス、嫌な気持ち、それを全部私たちに預けるつもりで、ゆっくりとくつろいでくださいね。お兄さんが幸せになるまで、ずっとこうしていますから。最後にもう少しサービスということで、
しまいです。どうでしたか、私の耳かき。バッチリ癒されてもらいましたか？お兄さんの顔ふわふわしてる。それに気持ちの方もバッチリ温かくなってるみたいですね。なんだかその顔を見ているだけでこっちまで幸せな気分になってきます。素敵な姿、ごちそうさまでした。それじゃあ次は一班が耳かきしてみる？見るのもいいけど、実際にやってみるともっと嬉しくなっちゃうよ。え、私が？でも誰かに耳かきしてあげるのなんて初めてで、もしお兄さんの耳を傷つけちゃったりしたら。大丈夫、隣で教えてあげるから。やってみたくないの？お兄さんのこと、もっともっと可愛い顔にしてあげたくないの？それはしてあげたいけど、あのお兄さん、今度は私がやってみてもいいですか？初めてなのでお姉ちゃんよりはうまくないと思いますけど、私もお兄さんのこと気持ちよくしてみたいんです。どうかお願いします。私からもお願いします。最初に話した時に分かってるとは思いますけど、ひとはは今まで人間と接したことがないんです。だからこれを機会にぜひとも経験を積ませたいんです。この山と人の住む里、その両方を守る神様として、人間との接し方は覚えておかなければいけませんから。本音を言えばそれを狙ってお兄さんを連れてきたこともありますし、ここは宿題として一つお願いします。あ、いいんですか？ありがとうございます。やった、あの、頑張って優しく耳かきするので、どうかお願いします。お兄さん、ただいま戻りました。ちょっと時間かかっちゃってすみません。どうですか、この格好似合いますか？私としては結構デザインいいと思うんですよね。これ割とお気に入りの制服なんです。あ、けどちょっとスカートが短いのが気になるかな。太ももなんかほとんど丸出しだし、それにちょっと揺れただけでパンツが見えちゃいそうだし、ほらほら。でもこっちの中身はまた後で、まず最初はお兄さんのお耳のお掃除からやっていきますね。それじゃあ、ではこちらへどうぞ。私のむき出しの太ももに遠慮なく頭を乗せちゃってください。首は苦しくないですか？私の太ももは柔らかいですか？それなら耳かきを始めていきますね。それでは、お兄さんの耳はどんな感じかな？
ますね。細かいのから大きいのまで、びっしりってわけじゃないけど、結構こびりついている感じがしますね。始めていきますね。今日はよろしくお願いします、お兄さん。
なり気持ちいいと思うんですけど私ってこう見えてリピーター率ナンバーワンなんですよ。サービスもいいけど、とにかくテクニックが抜群だってよく言われます。私は別に普通に耳かきしてるつもりなんですけどねでもやっぱり誰かに褒められるっていうのは嬉しいから結構勉強したんですよ。例えばほらこの辺とか触られるとゾクゾクしませんか？あとはこの辺とかも敏感そうですね。強すぎて寝ちゃう人も珍しくないんです。どうせなら頭の中を空っぽにして味わってみたらどうですか？もしかしたらお兄さんの心にある新しい扉が開いちゃうかもしれませんよ。ほら、ぼーっとしてください。ぼーって。息は深く、目と口は半開き。そして、頭の中は空っぽにして、そのまま、私の耳かきを感じてください。
奥のところが感じやすいみたいですね。柔らかくて少しふにふにしてる部分とか特に。じゃあそこをいっぱいコシコシしてあげますね。Thank you.
とちょっとで終わっちゃうんで、集中して気持ちよくなってくださいね。最後ですから、お兄さんが一番気持ちいいところだけをゴシャゴシャしますね。うん。しまいでーす。まだ動かないでください。カリカリするのは終わりなんですけど、耳かき自体はまだ続きます。ほら、これ、耳かきについてるふわふわの綿を使って最後のお掃除をします。これ、梵天って言うんでしたよね。この仕事するまで知りませんでした。じゃあこれをお兄さんのお耳の中へ突入。どんどん取れてく。これ気持ちいい。見てて超すっきりする。ほら、お兄さんもどうですか？1秒経つごとに耳がすっきりしてくの分かります？
くこすったり、優しく撫でたり、ゆっくりくすぐったり、いろんなやり方でお掃除しますね。その方がお兄さん。次は反対側のお耳をやっていきますね。では寝っ転がったままゴロンってしちゃってください。せーの、ゴロン。